まずは2回戦。この対局はご記憶の方も多いと思います。ドラマチックな終盤をたっぷりとお楽しみください。私によく似て、あの駒音が高いですよね。もう一手一手この力がガッと入った手がこう、はい、ピシピシッとこうきますよね。初手2六歩から相掛かりになりましたね。そうですね、はい、あの非常に、まあ、あの珍しい将棋になったと思いますけれどもね、はい、あの羽生二冠の将棋としてはこの形の将棋は非常にあの多くないと、まあ、思いますけれどもね。相掛かりの出だしで始まったこの対局、なんと中盤戦で千日手模様になりました。打開は可能だと思うんだけども、まあ、ギリギリです。5、6、7、先手7三金。そうですね、ここで7、あれ、いや、後手9二飛車。いや打開するはずだと思って見てるんですけども、はい、いやそうこうしてるうちに打開するつもりがですね、うん、気が変わって結局先手にするせざるを得なくなるってこともあるんですよね。早く3人と打たないと、はい、あ3人と打たないと早く打たないと、いやあの同じ手に4回ですね、はい、が先手ですね。今もう3回もう2回3回目ですか、はい、うん、相当これ緊迫してきましたね。こちら変えました、ね、あ、はい、あ先手9二、同じく馬、ハブ2回の方から変えましたね。うん、打開をしたものの羽生二冠苦戦を強いられます。ただここからがドラマの始まりでした。5、6、7、8、後手8七飛車成。もう音高く8七飛車成でしたね、うん、多分羽生二冠としてはこの状況の中でもですね、多分3九玉だと思うんですね。3九玉で8九竜に、まあ、2八玉と上がって、まあ、最後の勝負に出ると、うん、あでもそれはあれが20秒、まあ、1寄るでしょうね。2寄って4分か4、5、6、7、8、9。おお、先手9八角。おお、すごいですね。そうですね、9八角ね、はい、でこれはまあ当然あれなんですよね、8八竜と入るんですよね。10秒。ちょっと怖いですね。8八竜と入って、はい、今のは私だったらば3九玉で寄って、はい、8九竜と王手かけさせて、まあ、負けですけどね。で4九銀と打った方がちょっとまあ若干のあやがあったんじゃないか。これは8八竜か7八竜で7、8、9、後手8八竜。5四銀と出ても大丈夫ですか。で5四銀で3三玉で詰まない、はい、3三玉で詰まないんですよね。で詰まなければこちらあの中川さんの方からは7九竜でいいわけですから。5、6、7、8、先手5四銀。2、3、4、3、3の方が、まあ、当然3三玉ですね、はい、後手3三玉。でどうも羽生二冠としてはここでいわゆる指す手がなくなったということで、はい、7九竜が見えてますしね。3八金同金同竜も見えてますし、受けがないです。全くね、攻めもないですからね。この局面は3、4、5、6、7、8。ええ、まあ一番、はい、先手2六飛車。まあ一番上に指す手はこれしかないんですけどね、はい、詰まなければいいと、ええ、はい、10秒。これはもう同歩でいいんですよね。同歩であの詰みませんから。あ、もちろん9キロでも困ります。まあ、9キロは相当かなり差し方です。9キロ6、7、8。後手9キロ竜。これで8キロ金と使ってしまうと攻め駒が1枚ハブニカはもう減りますから、はい、使ってて8キロ歩だったらば9、8、10秒かこ取られていきませんからね。4、5、6、7。先手3八玉。これで飛車取るんですね、2六とね。10秒。あのハムニカンの方の持ち駒は銀銀桂ですからね、はい、ハムニカンの方の持ち駒は銀銀桂ですけども、銀銀桂桂だったらば面白いですね。2六と取って2五桂と打ってたけども1枚足りないんですよね、本譜は。5、6。後手2六歩。
ハムリカンはやっぱ本局序盤作戦で役らに行かなかったのがやっぱり行けなかったですね。あ、そうです、そこまで戻りました。だって途中あんまり先手番の良さがない作戦をね、どうして選んだのかという感じ。先手2二銀、かなり迫ってるように見えますが、迫ってますけどね、はい、でまあこれ、ね、これはその逃げ間違うといけないんですね。10秒、逃げ間違うといけません。という将棋ですね。こうや、まあ同金ってこうやってで、取ってふーって取ってふーって引いて20秒1って同金でいいんですね。同金で、はい、同金です。6、7、8、後手2二同じく金。あれ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 待てよ、あれ10秒、あれおかしいですね。あれもしかして豚死、こういってあれれ、おかしいですよ。あれあれ、あ、歩が3歩あるから、あれ、豚死なのかな。これ豚死、豚死なんじゃないですかね。あれ先手あれ4三銀成。いや、これ豚死かもしれません。なんと。これはいや、これ銀桂歩が、歩が3つありますからね。はい、でも待てよ、この数、ちょっと計算が。10秒。こう行って、歩って取って打って。いや、ちょうどぴったり間に合いますから、これは大逆転ですね。多分。はい。これ積んでますよ。同金じゃなくて、連敗よかった。ですね、きっと。そう、二三玉、四四玉、はい、これ確か二三玉って取ってしょ、ふーって取ってしょ、ふーってこうでしょ、ぴったり積んでる。なんていう大逆転、 NHK 戦史上に残る大逆転、はい、じゃないかな。積んでますもんね、これ20秒、はい、のようにもう、ね、この数がぴったりだから。先手二四歩、ひゃー、なんとすごい、すごいことになる。いやー、ダブマジックが出ましたね。はい、いやー、10秒。これは、羽生さんの逆転勝ちの中でも、もうあれですね、あの大変な大逆転ですね。10秒、1、2、驚きました。まず、2、4、同じく玉。こんなことがあるんですねっていう大逆転ですね、これは。銀に対しての応手を考えましたか。はい、いや、力これ相当危なかったんだな、もうここじゃ。いやこれは3六桂と打って2三玉に2四と打って、ちょうど歩の数がぴったり間に合いますからね。先手3六桂馬。いや、これは中川七段も、はい、これはあれでしたね、もうこれは。なんとも言えない。10秒。あ、確かに2人銀と出たところでは、ではかなり詰みがあったのかな、あったでしょうかね。はい。と振って取って銀と振って。20秒。それまあそんで、ちょうどぴったりなのかな。3、4、5、6、7。後手2三玉。あの今の2三玉で、あの2五玉と上がるのは1六銀でぴったり飛んでますからね。はい、玉引く一手になりまして、あと羽生二冠の方に銀歩2つありますから、ちょうどぴったり積んでますね。ということで20秒。飛車を取るところが、そうすると先手2四歩、角取ですか。角取っとけばいいのね。そう、角取りなんだね。そうす、角取っとけば、ね、まあ積みは10秒、ちょっと終盤時間もないですしね。いや、20秒1、2、3、4、まで163手をもちまして、羽生王座王将の勝ちでございます。積まないと思ってて、いやでも角の方取られて、取りちゃったし、いや積まないと思って続けて、そうですよね、うん、この前直前まではダメだというふうに、あ、そうですね、まあもうほぼ半分以上形作りのつもりで指していて、でまあ一応でも最後王手ちょっとかけようかなと思って王手をかけていったらですね、なんか危ないっていうのが分かって、だからまあ本当にその加藤先生がね、なんかこうあれと言ってましたけど、まさにでもなんか私の心情をなんか言っていただいたようなそのような感じでしたね。はい、
羽生さんも心の中でヒャーってヒャーとまではいかないですけどでもあれとは思ってました。はい、